行くぞー。それ、惜しい。今度こそ、それ、やったー。と、シュートが楽しめるバスケットボールゲームを作ります。行くぞー。それ、ああ、大きすぎた。よし、これ決めるぞ。それ、やったー。まず折り紙を裏返し半分に折ります。折り筋をつけ広げます。手前の端を中央に折ります。折り筋をつけ、この折った部分も中央に折ります。折りやすいように向きを変えます。こちらの端も中央に折ります。さらに中央に折ります。ここまで折ったら広げます。折り筋が縦になるように90度回し、また半分に折ります。同じ工程を繰り返していきます。半分に折り、折り筋をつけ広げます。手前の端を中央に折ります。さらに折った部分中央に折ります。しっかり折り筋をつけます。折りやすいように向きを変えます。こちらの端も中央に折ります。さらに中央に折ります。この部分、広げます。向こう側も広げます。そして右の一列、このように中に折ります。全体をひっくり返します。左から1、2、3、3本目の右に、このような折り筋をつけます。この部分、手前に折って、このような折り筋をつけます。さらにここにも折り筋をつけます。このように向こう側に折って、この部分に折り筋をつけます。ここで右側をこのように立て、そしてこの部分はこのように後ろ側に倒します。このように右側を立てます。そしてこの部分、しっかりと90度に折ります。向きを変え、このように90度折ります。そしてこの部分はこのように裏側に折ります。
ここを三角にへこませます。このように三角形の形にへこませます。さらにこの上の部分は逆三角にへこませます。このように形を作ります。そしてこの部分、ボールが中心に行きやすくするためにこのように少し中心をへこませます。ボールはこのぐらいの大きさの折り紙を適当に丸めて、完成です。これでバスケットボールゲームの完成です。いらなくなった豆腐の容器などを置き、この部分に玉を乗せ、引っ張って離せば、惜しい！やったー！と、バスケットボールゲームを楽しむことができます。惜しい！ぜひ作ってみてください。よっしゃー！